はい。皆さん、こちらネット物販講師の黒沢です。前回のネット物販商品リサーチに関する動画の中で、未経験者初心者の方でも、主観と客観をうまく織り混ぜた商品リサーチをするのがおすすめですよという話をさせていただきました。具体的には私はこういう色が好きだとか、こういう商品に興味があるという、自分の主観的な感覚でリサーチを開始してもいいのですが、着地する際、要するに買い付け候補を決めて、実際にテストマーケティング試し 売りをする前には必ず客観的なフィルターを通してその商品を買い付けるか否かどういう商品がいいかということを決定する必要がありますよと客観的な指標というのは amazon 上のデータということですねその商品の類似品が売れ行きどうなのかだとかどういった傾向のある商品の単価が高いのかだとかそういった客観的な指標を通して必ず最終判断をする必要がありますよということです今回 今回は前回私がサカサカサカッと進めていたリサーチ画面の中でどういうところに気をつけたりどういった指標を見ながらどんどん先へ先へ進んでいったのかという種明かしをさせていただきます。今回話す4つの留意点をスルーしたままネット物販突っ切っていってしまうとですね必ずと言っていいほどネット物販失敗してしまいます。よって今回の動画を一つの参考にしていただいて自分が見落としている部分がないかというのを改めて再確認していただければ幸いです。一つ 二つ目は、一つの商品ページだけで相場価格を考えてしまいがちということ。二つ目は、主観的なキーワード群で、よし、もうこの検索結果についての情報だけかき集めればいいや、という風うに思い込んでしまうということ。三つ目は、たまたま最初に見つけた商品にこだわりすぎる傾向があるんじゃないんでしょうかっていうこと。そして四つ目は、よく売れている商品の価格を見て楽観視してしまう。ああ自分もこの金額ぐらいで出せるんだ だなと思い込んでしまううとというこでです。では、具体的に前回使用した検索結果と同じ画面を使って今回の一つ一つのポイントについて話をさせていただきます。前回、ライムグリーンという色がいいということで、ライムグリーンと入力して調べた検索結果がこちらです。この中でバーッと見ていって主観的にこのソックスが回転率も高いからいいんじゃないかと思ってこのソックスに着目しました。さて、ここで一つ目の誤解。1つのショ 商品ページ上だけで相場価格を考えてしまう人が多いというポイントについて話をします。たまたま見つけたこちらの商品、サイズを選択すると具体的にいくらなのかっていう金額が出てきます。で、この金額だけを見て、ああそっか、このぐらいの長さのネオンの靴下っていうのは11.95ドルが相場価格なんだっていう風うに誤解してしまう方が多いんですね。 かつ、商品を調べた時の検索結果で上位表示されている商品っていうのは、基本的にレビューも多くて人気で、やや強気価格で攻めているような商品の場合が多いです。よってたまたまレビューもたくさんついていて上位表示されている強気価格の商品ページ一つだけを見て相場価格がこの金額だって思ってしまうのは、総計だっていうことがわかりますよね。先ほどの商品のタイトルから一部をピックアップして検索し直した、この検索キーワード ワード群のの検索結果がもすすごくく大切になってくるわけです商品ページの検索結果、少なくとも1ページ目から3ページ目、場合によっては5ページ目ぐらいまで見て、類似商品が大体いくらぐらいで売られているのかをチェックします。これが初めて相場価格になるわけです。類似商品でもめちゃめちゃ高い理想的な価格、大体の相場価格の平均値、そして相場価格の平均値の中でも一番の加減、これ私最低値って呼んでます。そして 最低値よりも数ドル下げたもの、最悪値と私は呼んでいます。この理想値、平均値、最低値、最悪値、これを全部ひっくるめて相場価格っていうふうに私は呼んでいるんですが、これについてはまた別途動画を出させていただきます。次に主観的なキーワードとしてよしとしてしまう人がかなり多いので、そのことについて話をします。主観的なキーワードって、俗に言う Google 翻訳なので、翻訳したキーワードですね。例えば今回、蛍光色の,靴下の を結果的に調べていたわけですからこれを自分で考えて思いついて調べた場合っておそらく google 翻訳に蛍光靴下って入れたと思うんですねそしてこの蛍光靴下の翻訳ってフラウレセントソックスっていう単語になりましたこのキーワードっていうのは我々がある種片言の英語にしたような無理やり日本語を英語にしたようなキーワードになるわけですしかしながら実際はフローレセントっていう言葉も 傾向って意味はあるんですが、ネオンってていいううキーワーワドの方が多く使われているようなんですね。試しにネオンソックスとフローレセントソックス両方とも蛍光を屈したという意味の言葉ですが検索してみると一目瞭然です。ネオンソックスの検索結果は2000件フローレセントソックスの検索結果は336件です。つまるところ今回はたまたま商品名という客観的なデータからネオンというキーワードを抽出したのでよ 良かったですが、自分の思いつきでそうだ、傾向靴下を探そうと思って、Google 翻訳で検索キーワードを探した人は、この検索キーワード自体が不適切だったっていう話なんですよ。そこに気づかずに、自分がたまたま調べた Google 翻訳の片言の英語だけで商品の相場価格を調べたり、商品の売れ行きは Amazon 上でチェックしようとすると、どうしても不自然な結果しか出てこないようになってしまいます。Google 翻訳などでたまたま出てき キーワードだけで突っ切るのではなくて実際の商品ページで使用されている生の英語できれば商品ページの検索結果上で複数の商品に共通して使われているキーワードを使って検索するっていうことがものすごく大切です三つ目たまたま最初に見つけた商品にこだわりすぎてしまうというかその商品の類似品を必ずアリババ中国の卸市場サイトで見つけて買い付けなきゃいけないんだっていう謎の呪縛にとらわれてしまっている人がかなり多いです たまたま見つけたこの商品も大切な商品ではあるんですが、この商品を検索するんだったら、お客様はどのような検索キーワード群で検索するかを考え、その検索結果上の傾向を見て、その中でどういう商品がよく売れてるのか、どういう商品が比較的単価が高いのかを見ていって、その商品が結果的にこちらの商品であったとしても、この検索結果上の傾向を優先してしまって構いません。よく売れている類似商品の価格を見て、あ 自分もこの金額でで売れるんだとと楽楽観的的を通り越ししてて天的に考えてしまうう人が多いという話です19.88ドルで売られているナイキのブランド商品ですね。で、この金額を見て、ああ、自分もこんぐらいの金額で出せるんだって思ってしまう人が意外なほど多いです。さらに誤解を重ねてしまって、ああ、この商品、一足で19.88ドルで売れるのであれば、四足セットで販売したら 19.88×4 で79.52ドルで売れるだろうって思い込んでしまう方もいる いくらいです繰り返しになりますが、商品の検索結果上上位表示されている商品というのは、基本的には人気があって、すでにたくさん毎日売れていて、レビューもたくさんついているような商品なので、比較的強気価格になっていたりだとか、そもそもナイキのようなブランド商品である場合が多いです。よって、商品ページの検索結果上、上だけを見ずに3ページ目から5ページ目くらいまでを全体的に見てみて、ちょろっとレビューがついている商品 ががいいいた相相場場価価格格くくらくらいなのののかかとと見てててみると地に足をつけた相場価格の平均値っていうのが大体つかめてきます今回話した4つのポイント。要するに、一つの商品ページだけで相場価格を考えない。主観的なキーワードだけで容しとせず、客観的な実際の商品ページで共通して使われている重要単語っていうのをしっかりと収集する。最初にたまたま見つけた商品にこだわりすぎずに、実際の検索結果上で、あ こっちもいいけど、こっちの方がもっといいなという商品を柔軟に倶り返していくっていうことも大切だ。最後に、よく売れてる商品の価格を見て、ああ、自分もこんだけ高く売れるんだって楽天的にならずに、しっかりと全体的に相場価格を見てみて、ご自身の商品の相場価格、販売したらこのぐらいだろうという販売予定価格を控えめに考える。この4つのポイントを腹に落として商品リサーチ楽しんで進んでいただければ、 今回の動画参考になったなって方は高評価チャンネル登録いただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございました。